いや私今日ここにしゃんかいよ。不正とか言ったらその不正という言葉があり、あんなの言うこともなくなってしまわないかと思うんです。まあ、お母さんの前で本当に言いました。あかもしれませんが、一応の顔を覚えてくださいよ。で、今日お話ししました、卒業式の祝辞の中で。Oh, no.